はい、どうもご視聴ありがとうございます。ルイボスです。今日もねモンスターハンターライズやっていきたいと思います。はい、ということでね、今回は、モンスターハンターライズで、まあ、便利にする、まあ、オプション設定っていうのをね紹介していきたいと思います。まあ、オプションの設定を変えるだけでね、まあ、やりづらい操作がやりやすくなったりとか、まあ、ストレスになることがね軽減されたりとか、結構ね、モンスターハンターをより一層やりやすくすることができますので、まあ、ぜひね、やっておくといいかなと思います。あと、カメラの速度なんかは、まあ、私のおすすめは速くすることをおすすめするんですけども、まあ、そういったのもね、もう最初から慣れておく方が、まあ、後になって変えるよりはいいかなと思います。まず、あの、モンスターハンターライズをやり始めるにあたって、一番最初にね、オプション設定っていうのをね、まず設定してもらえればな、いいんじゃないかなというふうに思ってます。それじゃあ早速行きましょう。はい、それでは早速設定の方を見ていきましょう。まず、プラスボタンかな。こんな感じで出してもらって、ここですね、オプション設定、ここですね、ここから設定しましょう。はい、左いろいろゲームセッティングとか、まあ、コントローラーとかね、カメラとかいろいろあると思うんですけど、まず一番上のね、ゲームセッティングからいきましょう。はい、ゲームセッティングなんですけど、まずね、この上から、まあ、簡単に、まあ、特に説明必要ないなっていうやつは省いていこうかなと思いますけど、まあ、重要なやつはね、確実に。紹介していきたいと思います。まずチュートリアルウィンドウの表示、チュートリアルウィンドウの表示を設定します。とりあえずこれ表示するにしとった方が今のところはいいかなと思います。慣れればね、もう多分ね、こう製品版発売されてしばらくチュートリアルウィンドウ表示させて、もう慣れてしまえばもういらないと思うんですけど、最初はね入れといた方がいいと思います。はい。で、次、ターゲットへの矢印表示。これ多分おそらく今回、モンスターハンターライズから追加された新機能なんですけども、モンスターに向けて の、 あの赤い矢印ですね。うん、赤い矢印の、矢印表示がいるかいない、いらないかって話なんですけど、うん、まあ、これは表示するでいいでしょう。うん、まあ、逆にその赤い矢印が鬱陶しい、もうあのマップ見てわかるよっていう話なんでしたら、表示なしでもってしまってもね、別に構わないんですけど、まあ、基本は表示するでいいと思います。で、その次、HUD の表示。まあ、HUD なんですかって話なんですけども、これですね。こういう画面の表示部分ですね。うん。これも基本的にもうそのままでいいかなと思います。これ別に、まあ、よっぽどいらないっていうのがなければね、まあ、ほんまにいらない、このゲージなんかいらないわっていう人は、取ってもらったらいいんですけど、まあ、それは、まあ、いるでいいと思いますね。これもいるでいいと思います。はい。で、体力とスタミナのゲージ表示。これはもう絶対。これがまず、表示しないなんてことはありえないですね。体力。体力の、自分のヒットポイントはわからない。まあ、そういう企画で、ね、YouTuber がやるのはいいんですけど、表示しておきましょう。で、この辺も全体マップ、拡大マップってありますけど、この辺はもう普通に全体マップで問題ないと思います。はい。これ問題ないです。で、表示設定をね、まあ、変えるとしたら、まあ、ここですかね。プレイヤーの透過表示っていうのがあるんですよね。まあ、最初オフなんですけど、まあ、ここ、まあ、人によると思うんですけど、一応設定はした方がいいかなと思いますね。これタイプ1、2、3、4、何が違うのかっていうと、プレイヤーのシルエットの表示する色が違います。白色と黒色と黄色と赤色。と青色かな。うん。これ何かっていうと、あの、モンスターと自分のキャラクターが被った時に、自分のキャラクターが、まあ、見えないじゃないですか、モンスターで。見えないんですよね。で、わかんない場所が自分の場所がよくわからないから、まあ、それを透かして自分のキャラクターの輪郭を見えるようにするっていうオプション設定なんですけど、僕としては白色で表示がおすすめかなと思いますね。まあ、ただ、ちょっとね、見た目的にそのモンスターから自分の体が透けるんですよね。うん、そう、なんていうかね、モンスターハンターの世界観的にちょっとなんか気持ち悪いかなっていう。あ、もう私パッと見た瞬間、初めて見た時はすげえ違和感あったんですよね。うん、なんで慣れたら消してもいいかもしれないですけど、まあ慣れないうちはつけといたらいいのかなと思います。タイプ1は一応おすすめしておきますね。これタイプ1がおすすめ。ただ見た目的にどうしても気持ち悪いっていう方はもうなくていいと思います。もう感覚で覚えたらいいと思いますね。いや、それはもうやり込み次第かなというふうに思ってます。はい、次ですね。ダメージ表示の有無。まあこれはもうもちろんそのまま表示するでいいと思います。で、ヒットエフェクトの表現なんですけど、これ私控えめにしてるんですけど、まあ、この辺は好みかなと思いますが、控えめにしたらちょっとだけヒットエフェクトがチカチカ来なくなるって感じですかね。思ったのはなんかマルチプレイやってたら、結構ね、すごいんですよ。チカチカするんですよ。ヒットエフェクト。うん、一人でやる分だとそこまでじゃないんですけど、マルチをメインでやるっていう人は控えめの方がいいかもしれないですね。全員で攻撃するので、チカ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 もすご、結構すごいんですよ、エフェクトが。なんで、控えめに私はしてますね。うん、この辺は好みかもしれないですね。この辺は、皆さんご自身でやってみて、まあ、控えめの方がいいかな。もしくは、まあ、普通でいいよって方は普通でいいと思います。僕は控えめでやってますね。で、あとは、まあ、この辺ももう好みですね。人物の名前表示は別に表示するでいいと思うんですけど、まあ、どうしてもね、うん、もう嫌っていう人以外は、
あの普通でいいと思います。この辺はそんな変えなくていいかなと思います、この辺もいいですね。ゲームセッティングとしては、まあ、今言ったところを確認してもらえればいいのかなというふうに思います。はい、それでは次はコントロール、いきましょうか。コントロールいきたいんですけど、まあ、ここからですね、まず一番上、プレイヤーアクションの操作形態、まあ、タイプ1、タイプ2ってあるんですけど、まあ、これちょっと操作のボタンが切り替わるって感じなんですよね。個人的にはね、まあ、私基本メイン剣士なんですよね、剣士、うん、ガンナーはあまり使わないもので、まあ、私の剣士からしたら別に普通にタイプ1でいいのかなと思ってますね。まあ、もしかしたらそうガンナーの方はね、あの標準語を R と ZL で変えた方がいいかもしれないんですけどね、もしかしたら基本はタイプ1でいいのかなと思ってますね。ただもしガンナーの方はね、あの自分がやりやすい方に変えてもらえばいいかなと思います。ただボタンはそんなにね、いろいろ割り当てれるわけじゃなくて、まあ、この辺のボタンが変わるだけ、その ZR とかその LR の部分が変わるだけなんで、まあ、そんなに自由度は高くはないかなと思います。この辺は、まあ、あの自分のね、好みの問題で決めてもらったら、まあ、やりやすい方法でやってもらったらいいのかなと思います。僕は剣士はタイプ1でいいと思いますね。でその次、長押しの調整、まあ、早い短いっていうのがあるんですけど、うん、私は短いにしてますね。うん、大体オトモガルクのに乗るのとかもあの A ボタン長押しできると思うんですけど、全然違いますね、スピードが。例えばこんな感じでむちゃくちゃ速いですよね、多分デフォルトだったらこんなにスピード出ないんですけど、まあ、結構ねこっちもやりやすい、まあ、個人的には やりやすいかなというふうに思ってます。なんでこれは短いにしてますね。まあ、おすすめは短い。はい、でも方向指定タイプ、まあ、この辺は別に正直そのままでいいと思います。特に変えなくていいと思いますね。はい、変えなくていいと思います。で次、自動ノートの設定、まあ、これはですねデフォルトだとノートをするになってるんですけど、これはねノートしないに変えておきましょう。これ絶対ノートしないのがいいと思いますね。これ何かっていうと、武器を構えて一定時間したら、まあ、勝手に武器をノートをするんですけど、まあ、これ余計なお世話ですね。はい、余計なお世話だと思います。はい、もうこっちで決めるんでっていう話で、自動ノートはしない方がいいですね。うん、結構逆に勝手にノートをするから不便。はい、その次、ダッシュ操作ですね。ダッシュ操作に関してはもうそのまま R でいいと思いますね。L または R。うん、まあ、これでもいいですけど、まあ、個人的にはそのままでいいかなと思ってますね。で、LR の入れ替え、まあ、これはもう好みの話ですかね。L と R を、まあ、切り替える。反対にするっていう話なんです。これも入れ替えなしでいいかなと思ってます。はい。この辺はもう操作自分がやりにくいと思ったら変えるっていうぐらいでいいと思いますね。デフォルトで慣れたらいいんじゃないかというふうに思ってます。はい。決定ボタンの設定、A ボタン、B ボタン。はいはい。最近、プレステ5とかだと、B ボタンが、B ボタンっていうか、×ボタンかな、プレステの場合は。うん。海外では大体、この×っていうか、B が、その、決定っていうのが大体一般的らしいんですよね。日本だけらしいですね、丸とか。A ボタンとかっていうのは。ただまあ僕ら日本人なのとまあ言うてまだスイッチとかもね、まあ A ボタンが決定がデフォルトだと思うんで、これ A のままでいいと思います。特に変える必要ないですね。でショートカットのアイテム設定は、これはね、まあおすすめはタイプ2ですね。これはショートカットの操作をする際に、まあ、アイテムを使う時にね、まあ、R ボタンを離して使うのか押し込んで使うのかなんですけど、おすすめは R を押し込んで決定するですね。こっちの方があのね操作ミスが少ないんですよ。押し込む方がね、もう自ら押し込むっていう意味で、話すのは間違ったところで話したら勝手にアイテム使っちゃうんですよね。なんでタイプ2がおすすめですね。ちなみにそれどういうことなのかっていう話なんですけど、このショートカットってね、このこういう普通にしてるときに L1 ボタンを押したらこんな感じでショートカット出るんですよ。で R でこれ動かすんですよ。でショートカットで R でこの回復薬使いたいと思ったら、ここでさっきだと R ボタンを離すのか、もしくはここで押し込むのかなんですよ。押し込んだら今使ったんですよ。これで話すにしたら結構ね、もう明確に自分で意思をね、これを使いますっていうのを やるんで、ミスが少ないと思いますね。そういう意味で押し込むの方がおすすめです。はい、そして次なんですけど、アクションスライダー。これそのままでいいと思います。はい。特にいじる必要ないと思いますね。L を流した時に ABX、アイテム、これも、特にいじる必要ないですね。これもショートカットのパレットもいじる必要ないですね。これもいじる必要ないですね。はい、でマイナスの操作、に関しては、まあ、これも好みですかね。長く押すのか短く押すのか、うん、って感じですよ。そのマップを開く時の、まあ、マイナスボタンの長さの問題なんですけど、まあ、特に、変えてないですね、私はね。はい、変えてません。あと操縦時の移動操作 R、まあ、これ もう R で慣れてるんで、私もね、まあ、R でそのままでいいと思ってますね。はい、R のままいってます。で、その次、スタートメニュー操作設定ですけど、まあ、そのままでいいですよ。これ特に、なんだろうって感じなんですけど、スタートメニュー内に項目移動を十字キーで行います。
R でも操作可能、別にこれどうでもいいですね、割とどうでもいいかなと思ってますね、うん、まあ、気になる人は変えてください。まあ、これはそのまま普通でいいです、いいと思います。まあ、コントロールは以上になりますね。はい、それでは次行きましょう。次はカメラですね。これカメラに関しては、カメラの振動はまあそのままでいいですね。基本的にそのままでいいのかなと思ってますけど、まあ、振動が嫌な人はまあなしにしましょう。で、カメラの操作なんですけど、これ操作1と2で左右が逆転しますね。うん。なんでカメラ、その右スティックでね、カメラをこうやって動かすと思うんですけど、まあ、これの操作がまあ逆なのか、右左右がね、逆なのかっていう話なんですけど、まあ、この辺はもうやりやすい方でいいかなと思います。まあ、そのままタイプ1でやってます。はい。で、割と重要なのが、この通常時のカメラの速度ですね。これ速度。カメラをこう動かした時の速度なんですけど、デフォルトだとね、通常なんですけど、こんな感じ。で、一応ね、速いにしてますね、僕は。はい。これ多分ね、あの、アイスボーンとかやってる人は、ね、結構ね、速いにしてる人多いと思うんですけど、これね、モンスターなんですけど、この後半に行くにつれて、動きがどんどん速くなってくるんですよ。モンスターの動きが。で、結構ね、すごいスピードで動いて、このカメラがね、この、普通だったら間に合わないっていうか、うん、遅いんですよね。うん。なんで、速い。いや、ちょっと速くなってるんですけど、まあ、これぐらいで慣れることをお勧めしますね。まあ、最初から速いにして慣れた方が、個人的にはお勧め。これ結構重要だと思いますね。これも速い。まあ、もしくは速い以上。うん、もうみなぎりは、みなぎりの速さも、これちょっと速すぎて、ちょっと、気持ち悪くなるんですけど、この、まあ、早いぐらいで慣れとく方がいいと思います。はい。これはおすすめします。早いがおすすめ。結構重要です、これは。で、他はね、照準時のカメラ操作なんで、この辺はね、まあ、投稿のアイテム、この辺も好みですかね。まあ、もうそのままでいいかなと思いますね。あと、この辺、ガンナー照準時のカメラ操作。これもまあ、逆かどっちかなのか。これも好みですね。まあ、普通でいいのかなと個人的には思ってますね。あと、ガンナー標準の移動速度。これは結構ね、ガンナーの方、にとってはかなり重要だと思うんで、このまあ、いわゆるエイムですね、合わせるんですけど、ガンナーの。このスピードはもうご自身の好みでしてみてください。遅い、通常、速い、ありますんでね。まずデフォは遅いになってますね。これはもう好みで、はい、お願いします。まあ、この辺も全部そうですね、ガンナーの標準の操作なんで、この辺はね、かなりもう好みになってくるんで、まあ、基本的に、ま、好みでいいと思いますね。はい。で、アシスト機能はもうオンでいいと思います。はい。オンで。うん。別にオフじゃなくてもいいから。まあもしかしたらめちゃめちゃ上手い人はオフにするのかもしれないんですけど、まあその辺は別に、まあそこもまあ好みですよ。結構ここガンナーのね、この辺はかなり好みによるんで、そのガンナー使ってる方が一番使いやすいやり方にやるのがいいと思います。これ一個一個試してみてください。ガンナーの方はね。はい、それじゃあ、次行きましょう。次が、ターゲットの注目方式ですね。まあこれはですね、まあターゲットカメラと、ロックオンカメラ。あとまあ注目しないってあるんですけど、これはまあ通常通りターゲットカメラがおすすめですね。はい。ロックオンカメラっていうのがね、まあ一見初心者に良さそうな感じがしなくもないんですけど、ロックオンカメラって、まあ、ずっとね、モンスターをこうロックオンし続けるんですよね。で、結構その、モンスターの真ん中ら辺とか、まあ頭とか足とか、まあ変わるんですけど、勝手にそういうロックするんで、まあ使いにくいんですよね、めっちゃ実は。まあ、最終的に使うのはおそらくね、ターゲットカメラなんで、もうターゲットカメラで慣れた方がいいですね。もうほんまに初心者で、その右、スティックのね、カメラを動かすのが苦手ですっていう人は、もうロックオンカメラで最初やってもいいと思うんですけど、最終的には、ターゲットカメラでいいと思いますね。まあ、注目しない、まあ、注目せえへんとこまでいかなくていいんで、ターゲットカメラでいいと思います。このままもうデフォルトのままね、このまま慣れましょう。はい、これがおすすめです。で、その下は、この辺はもうそのままでいいですね。この辺はそのまま。操作とか、まあ、上下挙動とか。この辺は基本的にそのままでいいです。はい。全部このままそのままですね。はい。これもそのままそのままで。重要なところが、これかな。これカメラ距離ですね。これなんですけど、これ、見たらわかるように、これ最初ゼロなんですよ。そしたらハンターから結構近い、これ、近い感じに見えるんですけど、こんな感じでね。で、これを、まあ、これ、まあ、100にしたら、ちょっと遠目から見えるんですよね。うん。遠目から見えるんですよ。まあ、おすすめはどれかっていうと、こう遠目から見れるこの100ですね。うん。モンスターをまあ見るときに、まあ、こう近かったらね、やっぱ視野が狭いっていうのがあるんで、その、まあ、見づらいじゃないですか。まあ、近いモンスターって、まあ、こっちの方がね、迫力があるというか、まあ、モンスターもでかく見えるんで、迫力あるんですけど、まあ、プレイのしやすさっていう意味だと、ここを100に変えとくと、まあ、だいぶね、こっちの視野が広がります。まあ、だいぶってことでもないかしら。
ないかもしれないですけど、まあ、こっちの方がね確実に視野が広がって、まあ、見やすいですね。うん、なんでもう最初からもうこれのこの角度で慣れるのがまあおすすめですね、個人的には。はい、カメラ距離一応100をねおすすめしておきます。まあ一応ね、まあ皆さんやってみて、まあ一番いいとこで合わせるのもいいんですけど、まあ言うてね、もう100でいいんちゃうかなーって思ってますね。はい、ってことで、カメラは以上になりますね。はい、それでは次、ジャイロスコープですね。ジャイロスコープに関しては僕はねオフにしてますね。オフにします。まあやった感じ別にいらんかなっていう感じですね、ジャイロに関しては。通常時のジャイロをなんか入れようもんなら、もう結構酔うレベルでちょっとなんか気持ち悪かったのと、まあ写真撮影時とか、まあ、表は別にあってもいいかもしれないですね。あと狩猟設備っていうのはちょっとよくわかんないですけど、まあいるのかって言ったらちょっとなんとも入れないかな。うん、必要だったら入れようかなって感じですね。あとは、ガンナーに関しては、そう、ガンナーの標準を合わせるときに、ジャイロの方がやりやすいですっていう人はありかもしれないですね。あの、中には多分、ジャイロガンナーっていうのがいる、見た一定数多分いると思うんで、まあ、もしかしたらこれが標準に、製品版になったら標準になるかもしれないですけど、ひとまず、まあ、私はオフにしてますね。ただ、もしかしたら、そう、ガンナーの標準に関しては、ジャイロの方がやりやすいよっていうのはあり得るかもしれない。はい。まあ、その辺は、今までね、ジャイロを使った、まあ、ずっとね、他の例えばスプラトゥーンとかねやっててジャイロが慣れてますっていう人だったらありかもしれないですね。そうでもない人は別になくてもいいのかなーって感じはしてますね。うん、この辺はちょっと自分のジャイロの、まあ、連動にもよるっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ私の場合はオフでやってます。ジャイロが得意な人はまあオンでもいいかもしれないです、そこは。まあオンにしたら結構ね、通常時のジャイロとか、まあこれオンにしたらもうこんなんなんですよ。結構やばいんで、これもオフとかにして、まあ、ここはオフにして、じゃ標準だけは OK とかね。結構細かくできるんです。ガンナーだけ OK みたいな。これができるんで、まあ、これは慣れの問題かもしれないですね。うん。使う人は使ってもらったらいいかなと思って。まあ、僕はとりあえずオフにしようかなと思ってます。はい、それじゃあ次は、オーディオですね。まあ、オーディオに関しては、まあ、ボイスの音量とか BGM の音量とか、まあ、この辺を変えれるっていう、まあ、この辺も好みかなーっていうふうには思いますね。個人的には、他のプレイヤーのボイス設定、これ別にいらないですね。これオフでいいかなと思ってます。これ、まあ、マルチプレイやってる時に、まあみんな喋ってるんですけど、それが、みんな喋ってるのがちょっとうるさいみたいな。うん、逆にね。うるさいって感じなんで、これは別に他のプレイヤーはいらないかな。自分だけ喋ってたらいい。まあ個人的にはね。これ好みですけどね。あとまあボイス頻度に関しては、まあ別にこれ減らしてもいいかなって感じますね。そんなにいっぱい喋らなくてもいいっていう人は、50と半分の50とかね、まあ、20とかでもいいと思いますね。ちなみに、なんかね、プレイヤーが教えてくれるのは敵の攻撃あるじゃないですか。すごい強力な攻撃が来るぞ、みたいな。あれは頻度下げても来ますね。まあ、そういう意味では別に 20% とかでもいいかもしれないですね。まあ、まあモンスターとの戦いにも慣れて、まあ、そういうのもまあわかるし、まあ、声うっとしいわっていう人はもうオフでいいと思う。これもまあ好みかな。まあ、僕的にはまあ50か20ぐらいでいいかなと思いますね。うん、まあ、その辺。ただ声が気に入ってますっていう人はもう全然100とかでも構わないですね。まあ、50、まあ、僕的には50ぐらいにしようかなって感じですね。はい。こんな感じですね。でもこの辺はもう、特に変える必要ないかな。まあ、この辺でも、この音量はね、気になる人はこれを下げたりとかしたらいいと思います。まあ、一旦僕はこれぐらいにしとこうかなって感じですね。そんなに変えてはないですね。ここだけ変えてます。他のプレイヤーは別になくていいかなと。ああいう感じです。で、次ね。セーブデータってことで、オートセーブの設定は、まあ、デフォオートセーブなんですけど、まあ、これはあれか、体験版だから変えれないんだね。うん、特に変えれなくて。多分ね、製品版になったとしても、多分オートセーブはオートセーブでいいと思いますね。はい、もしかしたらガチャ要素のあるね、その弾の錬金がどうのこうのとかね、あるんですよ。アイスボーンとかであったんですけど、そういう運のやつがあるかもしれないですけど、まあ、それは多分ね、勝手にセーブされると思うんで、こっちの設定で変えることできないと思います。まあ、おそらくこれそのままでいいと思います。ディスプレイっていうのも、これもまあ別にね、まあ、変えたい人は好みで、こういうこと、明るくなるとかか。はいはいはい。まあ変えたい人は好みで、うん、って感じですね。まあ僕は普通のやつでいいですって感じですね。はい。以上になりますね。まあ何度かね、何項目か、まあ重要って言ったやつあると思うんですけど、その重要なやつは変えた方がいいかなというふうに思います。はい。これをね、設定するだけで、まあ、結構ね、モンスターハンターのね、なんていうかな、快適度が上がると思うんで、まあ、ぜひね、まだやってないっていう方は、ぜひ設定してみてください。はい。ちなみにね、私のチャンネルでは、モンハンのね、モンハンライズの動画とかね、配信とか、いろいろやっていきますんで、もしよかったらね、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。